それでは見事この試合勝利に導きました我らが日立アステモリバーレー背番号9番渡辺彩選手にお話を伺っていきたいと思います。彩選手 VOM 受賞おめでとうございます。ありがとうございます。本当に勝負強いプレーが光りました。今日のゲームを振り返ってください。はい、今日はみんながすごく一人一人頑張った試合だったと思います。先週ハンナがちょっと怪我をしてしまってチームとしてももう一回みんなで一つになって頑張ろうって思って挑んだ試合だったので本当にホームで勝ち切れたことは本当に良かったと思います。そう、本当にチーム全員が一つになって戦ったそんなシーンが多く見られました。そして彩選手自身も今シーズン足首の負傷最初は苦しい戦いが続いたと思いますが個人の今シーズンここまでいかがですか。開幕前に怪我をしてしまってチームにすごく迷惑をかけてしまったのでまだまだ足りないぐらいなんですけどこれからもっと貢献できればいいなと思います。そして今日はこのサポーターの皆さんの熱量彩選手届いてましたか。はい、すごいホームでいっぱいたくさんの方に来ていただいてすごい声援が本当に力になるので本当に勝ててよかったと思います。素晴らしい勝負強さを見せてくれました渡辺彩選手 VOM の受賞本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。3セット連取になりました。今日のゲームを振り返ってください。今日はやっぱり一人一人の頑張りがこう勝利につながったかなというふうに思いますしこう相手をしっかり見て戦うことができたと思います。本当にその出た選手それぞれが役割を果たしてくれたそんな印象もありました。そして明日のゲームに向けてですけれどもキャプテン一言抱負をお願いします。私たちのチームは連勝することが今課題であるので明日のスタートからまたしっかりいいスタートが切れるように準備していきたいと思います。キャプテンの長内美和子選手でした。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。